なんだと。もっと最悪なのはね、ゴーに背中を刺したやつだと俺言ったんだ。それはね、どんなことやってもね、やっちゃいけねえって言ったの。日産のね、役員が全部ね、ルノー行ってどうやっても説得する気あんのかと。こういう近々、こういう時間、あいつを監獄に送ったって、ちゃんと言えるのかお前。だからさ、要するにさ、器も自分もしっかりして上でさ、相手に、例えば、ベトナムの、例えば副首相とかいうふうに対応しなかったら、向こうはあなた評価しませんよ。中身じゃないんで、もう一別で頭から一言、あ、こいつ小物だ、あっち行け、みたいになっちゃう。連中、あの上の方の連中ってやっぱりね、やっぱ学生、なんていうのもう、だから、ああいう、後進国とか発展途上国見ちゃいかんで、あのトップの連中はもう先進国のトップよりすごいんだよ。あなた知ってるかどうかわかんない。すごいんだよ。俺は、バングラデシュを経験したんで、俺は外務大臣とさ、産業通商大臣と僕は、二つのイベントで話したけど、やっぱすごいんだよ。こいつがやってんだよ、一人で。だから、一人でや、ベタもそうなんだけど、一人で管理してるやつに会えれば、高橋を評価してくれれば僕は CNPC とか CBC の一億社長みたいな友達関係になれるんだ。あ、こいつは絶対玉だなと。ね？そういうことなんだよ。僕は宇野塾やってきたらそういうことを教えたいんだ。ところが自分でいろいろ本書いたけどさ、書いた本人がさ、やっぱり忘れちゃってんだよ。分かってない。自分がそういうこと直面してさ、俺はこれからそうやろうかなと思ったら、ちょっと待てよ、お前。そうやろうかなって、お前そんなんであえて説得できるのか、できるわけねえよなって。でも普通の人はさ、知らないんだ。会ってさ、蹴飛ばされて、10回ぐらい蹴飛ばされて、初めて気がつくやつもいるし、気がつかないやつもいるし、終わっちゃうやつもいるし、それはわかんないんだけど、俺は自分でやってきてるから、そういうな緊張感というか、そういうふうなアトモスフェアってわかるんですよね。そうです。出てこないよ。これ、あのお兄ちゃんのね、二十歳のお兄ちゃんの話はね、君にね、これ見てほしいんだ。どういうの？二十歳のお兄ちゃんね。こういうなんかさ、わけのわかんないさ、ホストとオスは、ホストがやっぱり。あ、おめさんの、今度大連。うちの会社原稿を作ることにしました。あ、そうなの。すごいね。今回、トゥールから行って、秘密にやって、原稿を作ることにした。すごい、あなたもすごいね。この人もなんか半身不随で17歳で1億円。これもすごいね。で、火曜日からの、台湾の2世の菅さん。え？菅さんって、台湾人。ああ、たぶんね。彼とコンサル契約したので、台湾。来年中には原稿を作る。高橋ね、こういう、俺、この人知らないけどさ、これ。ね？ 17 歳で1億円でわかんないけどさ、いい加減なやつもいるんだけどさ。ね？俺もこういうのを見てさ、勉強してんだよ。これひどい。どうでもいいよね、嘘みたいな話もあるんだけどさ。世の中ってのはね、ともかくね、信じられないね、人がいるんですよ。だから僕はどちらかというと今までのなんていうの、サラリーマンとしてのさ、狭い世界で生きてきたんだけど、しかもそれが独立して、13年経ったけどさ、全然そのまんまの枠の中で生きてるのほとんどなんですよね。ダメなんですよ、やっぱり。這いつくばって登ってくやつっているんですよ、こういうふうな。わけのわかんないやつが。でも中にはさ、その話を聞いてさ、こいつすげえなってやつもいるんですよ。最初の1分聞けば大体わかるよ。こいつはくだらねえとか、こいつは嘘だって。僕前さ、男としての心の身だしなみっていうか書くときにね、最初はね、女を口説く本を書くつもりだったの。それでね、僕はね、
あの、女を学どけるっていう本をね、アマゾンで20冊買ったんですね。全部読んだんですよ。ね、18冊、19冊嘘。イケメンが書いたやつはね、何書いたってね、関係なくお前、男いい顔してるから女口説けん。本当にテクニックで口説くやつは1冊か2冊。だから俺ね、女を口説く本って書くのやめたの。書いても誰も買わない。まあでも結局男の身だしなみでも誰も買わないけど。だけどね、やっぱりね、あの、本物っていうのはね、やっぱそう数いないんだよね、会社にはね。でも私、うのさんでこれ本一番買ってると思う、私、個人的に。ああ、そうだね、もう今。今度だから、アクセンチャーとその、あの、アクセンチャーの本とさ、日本の精神をさ、今度は宣伝と、あと、あの4冊ね、俺初めて気が付いたから、孫子の兵法だ、ね。あ、これね。うん、その4冊な、小説、孫子の兵法。これをね、この孫子の兵法とね、日本の精神と儒教とね、アクセンチャーのライフをね、この3セットで、これだけで、あの、民主主義とかさ、地政学ってやっぱり説明しても、リベラルアーツって難しいから、だから、研修項目から外そうと思ってるんだよね。一番本を15冊も書いたけど。売れないような気がするんだよね、俺。リベラルアーツはね。だからそんな風にね、だからね、スイッチオンになるとなんかね、やっぱり軸が変わってくんだよな、ね。まあさあ、そろそろ研修やりますかね。米中冷戦に関する本って書かない。難しくないんだよ。いや、難しくないって言ったって、世の中のニーズがそこにあるから。いや、それは書けるんだけど、それ書いちゃうと、僕が凡人になっちゃう。あ、そう。うん。凡人、一般の、ん凡人。何の本書くんですか？米中冷戦。私が、米中冷戦を本のニーズが高くなるから、それを書いたらどうですかって言ったら、うのさんが、いや、それ優しいか、俺がそんなの書いたら凡人になるか嫌だとか。まあ。なぜかっていうとさ、あの、日本の評論家のみんながね、物を書いてるでしょ、うん、で、読めばわかるけど、くだらない。こうなるだろうって、バカ野郎、そんなこと。損みたいです。損こんなこと当たり前だろ、お前。なんで俺が時間かけてお前の本読まなきゃいけないんだ。お前の YouTube 見なきゃいけないんだって同じですよ。だからさ、ね。結論はさ、あの、ナフタ見ればわかるんですよ。トランプの。トランプはナフタでね。スペインとカナダ。違う違う。メキシコとカナダ。あれ見ればわかるんですよ。あれさ、何のことないさ、ナフタの前の条約とほとんど変わってないの。だからさ、部品のメキシコのやつはさ、56% が 72% がアメリカ製とか 10% 上がっただけでさ、あと変わってないんだよ。あの、トランプってさ、不動産屋の社長だろ？だから不動産屋って人を脅してさ、分取るって商売だからさ、脅すんで、もうそれしか入ってないんだ、あいつは頭空っぽだから。で中国だって脅してさ、で、あの、どこだっけ、あの、ファーベンのさ、娘をさ、人質にしてさ、で、それでもっと脅してさ、中国から、あの、譲歩して、で、彼は結局さ、90日間の余裕を持ってさ、2月にさ、セトルするんですよ。アメリカだってあのままやったら損しちゃうから、アメリカも。もちろん、中国のもっと損するんだけどさ。ね？で、中国は習近平あれ持続してたら中国、あの、かなりダメージ大きいから、それは彼はね、譲歩しますよ。ただ、どうしても譲歩できないのはね、国営企業保護してるだろうって、国営企業保護してるって別でもそうだけどさ、じゃあそれをやめてくれってわけにいかないわけですよね。だからそれはトランプもさ、バカじゃないからさ、どこまで譲歩するかってちゃんと腹くくっててさ。ね。40% 課税かけるっていうのは、中国が かけてんだ、アメリカの車4割多分。多分。ね。俺確かそうだと思うんだけど。中国やめますよ、その課税ね。アメリカの車が中国入るの4割ってやめます。それは中国もね、とんでもないことやってんですよ。だから、トランプが言ってることは正しいんだよ。